はい、どうもこんにちは。立花事務局、立花俊介と中川敦です。よろしくお願いします。このチャンネルは最速で復元するためのノウハウチャンネルと題しまして、復元のプロがね、あなたに復元の方法ノウハウを教えていって、ぜひあなたの背中を押していきたいなと思っているわけです。で、今日はですね、とても重要なことをお話しします。皆さんが多分悩んでいる、復元活動をしている方が悩んでいるところ、その一つとして、相手の本心が知りたいとか、相手の本音が知りたい、相手の気持ちが知りたいと、なんで相手はこういうふうにするんだろう、相手はなんで冷たいんだろうとか、相手はなんでそっけないんだろうと、その時に絶対に頭によぎるのが、相手の気持ちが知りたい、本心が知りたいっていうことです、ね。はいはい、相手の気持ちが知りたいって一番恋愛で悩む ある部分だったりしますよね。普通に恋愛をしてても、はい、うん、あるわけですね。はい、あります。恋愛というと、まもなく女性専用の恋愛スクールが、はい、恋愛サイト、それから恋愛チャンネルとか、いろいろ好きな彼氏を最速でゲットして、うん、そのまま愛され続け、結婚までたどり着くためのテクニック、はい、ノウハウとか全てを教えると、そういうチャンネルができますので、今作ってます、会社。そうですね、もう動画も今何本も上げてます。そうですね、はい、これって結構3年ぐらい前にやってて、大好評を発掘して、かなりブレーキして爆発したチャンネルなんですけど、もう一回復活させようかなと、はい、かなりのお手紙をいただきましたので、はい、女性の方、はい、ちょっと話を戻しまして、はい、やっぱり相手の気持ちって、付き合ってても復縁の最中でも気になるじゃないですか。だけど僕らって占い師じゃないですよね。占い師もあれしてます、占いって統計学ですから、復縁のノウハウと変わんないんですよ、結局統計学。よっぽど細木数子みたいに大先生だったら、いろんな霊の力とかあると思いますけど、そんな人って全国に7、8人とかそんなもんでしょうから、うん、はい、皆さんが街角で出会う占い師さんっていうのは、3ヶ月間占い学校に入って50万とか払ってちょっと覚えた感じの、結局あれ、ね、学校に通ってみたいな、学校に、ね、行って、ちょっと皆さんが料理教室やパソコン教室に行く感覚と同じです、はい、そういう人たちが規定というか原理原則に沿って占って、はいって言ってるので、まああれなんですけど、僕らも占い師じゃないので、一応だがしかしですよ、人間行動学とか心理学、皆さんいいですよね、心理学、この辺に沿ってお話をしていきますから、ちょっと彼彼女の本音をね、暴いていきたいなと、うん、はい、ぜひ聞いてください。メモ取った方がいいですよ、はい、こう言ってる時はこの気持ちなんだって、あなたもメモ取って、メモを広げることで今後分かっていきますから。まず1番、今後は友達でと言いながら、だんだん音信不通になっていくと。はい、別れる時、はい、別れた時、はい、まあ相手と話をするわけです。それが対面でも電話でも LINE でもいいです、うん、じゃあ友達でいい今後っつって、うん、うーんって言いながらも音信不通になっていく時、人間っていうのは感情に支配されています、うん、はい、気持ちがあってその行動に出るわけです、うん、例えば音信不通になろうと思ってなるわけですよ、うんうん、感情に支配されてますからね、はい、脳の信号とか、うん、ですからこの時って相手はどう思っているのかっていうのは、一番多いのは、相手に音信不通になった人にアンケートを取りました、相手に音信不通をした人か、要は振った側にアンケートを取って、一番多い本音の気持ちっていうのは、うん、やり取りがマンネリ化してきたっていうこと、うん、はいはい、この、理由がまず1に多かったわけです、はいはい、つまり音信不通になった時っていうのは、自分では気づいてないんですけど、やり取りとあなたは変わらぬ LINE、うん、メールを送ってしまって、相手が飽きちゃったから音信不通になってるわけです。それすごいあります。今まで普通に LINE してきたのにとか、うん、今まで別に彼に怒ったわけじゃないのにとか、うん、喧嘩したわけじゃないのにっていうケースは、うん、特にこういうの当てはまりますよね。で、思い出してほしいんですけど、最初は良かったんです。なんでかっていうと、最初に送る LINE メール、初期段階で送る LINE メールっていうのは彼も新鮮だからです、うん、だけどその同じような、なんていうのかな、概要というか雰囲気というか、うん、なんかこっちから客観的に見たら内容文は違いますよ、言ってることは、うん、だけどなんとなくその同じような感じに捉えられるようなことをいつもするから、彼彼女が飽きてきてつまんないなって思って音信不通になるっていうのが原因です、うん、いいですか、これがまず1つ目、はい、今日は5つ言いますからね、5つの法則。2つ目です。しばらく一人が良いと言いながら、あっさり新恋人の存在、ね、いいですか、しばらく一人がいいと言いながら、 あっさり新恋人の存在、これね、マジで復縁相談を伺っていても、はい、まあ、無料復縁ステップアップレッスンでもよくあります、はい、めちゃめちゃありますよね、あります、これで悩んでる方って、うん、
相手に恋人ができたら当然ながら僕ですらそうですけど、うん、どうやって行動していけばいいのか分かんなくなるじゃないですか。僕はもう講師プロ講師なんで、どうやって攻めていけば、うん、どうやってこなしていけば復縁ができるのか分かりますけど、僕自身がもし恋愛をした場合ですよ、僕が素人だったら僕も分かんなくなりますよ、うん、しばらくは一人がいいっつっていきなりみたいな、3週間後に恋人できて歩いてるじゃんみたいな感じになったらいますね。なんかしばらく恋人作らないし、なんかもうそういう気分じゃないのとかっていうことに限ってありますよ、うん、これを振った側にアンケート取りました。全国にメールを当てて振った側に、うちはいろんなカテゴリー持てる恋愛塾とかいろんなのやっていたりとかするし、まあ自己啓発だったり稼ぐとかやって、でその中で女性を振ったことありますか、復縁を迫られたことありますかっていうアンケートを取って、で、あります、振ったことあります、復縁迫らせてたことありますっていう方、男女ね平等にこれちょっとメールでもらったんですけど、アンケートこれ最も多かったのは交際活動中の後半、つまり別れそうだな、うまくいってないな、歯車が違うなって思った時から他の異性にちょっとずつコンタクトを取っていた、それは振った側って別に異性って言ってますけど恋人に次しようと思ってコンタクトを取っていたわけではなくて、そのあなたとの別れる悩みとか、はい、それから別れようかどうしようかを打ち明けた相手、そういう近い友達と恋愛に発展してしまった。悩み相談からの恋愛発展率ってめちゃめちゃ高いですよね。高いでしょ、めちゃめちゃ高いです、だから、はい、要は一人になりたいんだ僕は、私は、はい、っつって気がついたら、さっきも言いましたけど3週間後に恋人ができてたと、はい、このケースだとあなたと付き合ってる後半別れそうなギリギリの時に相手に相談していた、はい、その人と結ばれているケースがやっぱり多いですよっていうこと、3つ目です、誘いに応じたのに話を進めない、これ分かりますかね、要は、はい、LINE メール電話でもいついつ会おうよ、話聞いてよと、はいはい、今度こういうとこがあるんだけどちょっと付き合ってカフェあるんだけどみたいな、うん分かったよって言って、そっから相手が全然その話に触れてこないし、話を進めてこない、じゃあどうやってこっちは切り出してうまくその話をまとめて連れ出したらいいのかってみんな悩むわけですよね、相手は OK って言ったのに、そっからその会う話を進めたがらない、進めない、その心理はというとタイミングの問題、あなたがその話を切り出すタイミングが相手と合っていない、相手の暇な時と合っていないっていう問題と優先順位が低い、例えば日曜日彼女が休みだと、そのタイミングを見計らって連れ出そうと思ってそういうふうに向けて LINE や電話をして、あいいよって言ってたと、でも日曜日って週に1個しかないじゃないですか、1回しかない、その時に近い親友とか、例えば上司とか、それからもうこれを言ったら申し訳ないんだけども、今気に入ってる男性女性から連絡が来たらどうしてもそっちが優先になっちゃうから、あなたをやんわり柔らかく断ってしまう、だから復縁の基本というのはやり取りをしている中で順位が低い時に誘っても失敗する確率が多くて断られる確率が多いからダメですよと、断られたら二度と取り返しつかないから、まずやり取りで誘わずにちょっとコミュニケーションを取ってる段階であなたの順位を上げてから誘いに行きましょう、このテクニックはステップアップレッスンで教えてますから、順位を上げるテクニック、いつでも聞いてもらえれば、ちょっと動画時間がね限られているのでちょっとここでは話せませんけど、もう一つが社交辞令、誘いにの話にうんって言ったのにそこから話が進めないって、社交辞令っていうケースが多いです、ここを頭に入れてもらえればなと思います、4番ですね、冷たく突き放したくせに連絡してくると、要は相手ががっつり振ってきたと、でその後冷たかったのにある日突然連絡してきた、そうするとあれってこう思う時あるんです、なんでだろうって、よくこういうのも相談来ますよね、あります、めちゃめちゃ振られるんだけど連絡この後してくるんです、だけど復縁には応じてくれないんです、何なんでしょう、連絡だけは取れてるのに、ここが進めない人ですね、特に相手が男性で振られた方が女性のケースでめちゃめちゃ多い、これは相手が男性で振られた方が女性のケースで7割あるので多いなと思います、これはほとぼりが冷めて冷静になったら少し寂しくなった、相手の環境上とか相手の周りに今異性がいないから、まあ喧嘩して別れたと仮に、
でほとぼりが冷めてちょっと寂しくなったから、まあちょっとその寂しさ紛らわせで、はい、まあ連絡をしてくるっていうケースがある。だから不便には応じない、はい、だけどこれの一つのコツとして、そこで来やすく連絡に乗っかったりやり取りしてるのはいいですよ、うん、で楽しい方向に向けてってあなたの順位を上げていくと、うん、これはいいんだけど、そこで会おうよとか、うんうんうん、ね、ちょっと2時間だけ、あ、そこですぐに恋人のように接しちゃうってことですね、うん、はい、はダメだし、うん、それから相手にちょっと2時間だけ出てきてよとか言われて行っちゃったらダメ、うん、これ行っちゃったら行った瞬間にあなたは安い男安い女になって順位が下がってしまって便利な人、自分で下げちゃう、そう、はいはいはい、便利な人ってなるから、そっからね進まないんですよ。そっから不健に行かないの、うん、マジで、はい、だったら脳あるたかを詰め隠すでずっとこうなんて控えておいて、そう会わないでやり取りだけ盛り上げておいて、うん、楽しいやつだけど会ってくれないなみたいな感じにして、はい、逆にですね、そう逆に希少性を高めた方が復縁ってパーンっていきますということですね、はいはい、最後です。はい、よりは戻さないが会おうとする、うん、相手が男性の場合これよく、はい、多いんですけど、うん、つまり振った相手が男性の場合って多いんです。まあ女性でも言いますかね、相談者が男性で相手が女性の場合でもいるんですけど、はい、相談者が女性の場合が多いっていうことですけどね、うん、はい、これの相手の心理としては、恋人にするのはちょっと面倒だと、うん、ね、要はちょっと辛いんですけど恋人にするのはちょっと面倒だと、あわよくばちょっとまあすごい寂しい時にとか、はい、男性が相手であれば男性はエッチをしたい時にとか、はい、まあそういうタイミングで連絡をしてくると、うん、だけども恋人価値には至っていないって、はい、これって皆さん会えるからいいやって思いがちなんですよ、うん、はい、セフレでも例えば相手がね女性であなたが男性でその女性に足になるとかね、うん、はい、そう便利に使う、でもあなたは会いたいから行くじゃないですか。で会った瞬間に人間っておかしいんですけど、こう心理ストレスロスってあって、会った瞬間に会えたっていうことで、うん、間近に好きな人が目の前にいるから、はい、その顔も見れるし笑顔も見れるし匂いも嗅げるし、その会えない辛さが一回半減するんです、うんうん、これ半減しちゃうんですの、ね、あの脳から。であなたは便利に使われてるんだけどストレスが半減しちゃうので、会ったことで、うん、楽しく感じちゃうんです、うん、だけどもこのまんまフェードアウトで終わる人の方が大半です。つまりセフレとか、うん、足になって便利に使われて、うん、これが2ヶ月ぐらい続いてください、うん、2ヶ月3ヶ月ぐらい、そしたらそのまんま彼彼女でフェードアウトして違う恋人を探しますから、うん、マジでこれでそのまんまカップルになったっていうパターンはないです。普通に相手が事故ったとか相手に何か悲劇が起きた時に、そっからセフレから巻き返して恋人になるパターンとか、便利から巻き返して恋人になるパターンっていくつか見たことあります。だけどこのまんま行って恋人にグーってなるパターンってまあないので、あんまりこういう誘いには乗らない方がいいかなと、うん、はい、ね、そうするとこれを見てる人の中で、だって誘ってくるんだもん、会えるじゃん、そこでなんとかなると思うから行くんだわっていうような声が聞こえてきそうですが、いいですか、会うことがあなたの願いではないし、うん、会うことが本当の目的ではないですよね、うん、過去のように楽しくお付き合いをしてできるような結婚したいとかそういうことなわけで、うん、お付き合いが目的なわけですから、うん、会ってその後2ヶ月後に捨てられる、コッパみじんになる、うん、ちょっと言い方悪いですけど、よりだったら手ぐすねを引いて構えてちゃんとテクニックとかを使ったり、はい、駆け引きをしてちゃんと恋人体制に持ってってから、恋人体制っていうのはまだ付き合ってないですけど、恋人のポジション、相手から見ての視覚が恋人範囲に入ってる、うん、その時点で相手から呼び出された時に会いに行った方がいいっていうことなんですよ、うん、いや間違いなくもう今はもう今日だいぶ濃密だというか、多分今この動画でかなり解決した人が出たんじゃないかなって思いますね。ね、そうね、相手の気持ちが分かんないっていうので、ね、悩んでるっていう方が非常に多かったはずですし、はい、そうですね、だ相手の気持ちが分かんない状態で復縁は絶対できないですね。できないね。だから、うん、今日はその大切な一番多い、まあ、質問、復縁活動してる中の人で、はい、一番多く寄せられる質問を
を5つピックアップして、その心理的回答っていうのをしていきました。もちろんこの回答はその振った側にアンケート、振った経験がある方、復縁を迫られた経験がある男女にアンケートを取ってどう思ったのかっていうことの本音を話してもらって、この回答を得ているということです、はい、動画も巻き戻してもう一回最初から見てもらって、はい、この時はこうだって Q&A になってますよね、うん、ですから相手のやり取りの中でそういう状態が起きたら、あ、立花こう言ってたなみたいな、中はこう言ってたなみたいなのを思い出して、はい、ちゃんと回避していくことが最速最短の復縁につながるということです、うん、はい、では以上です。あの動画説明文概要欄見ていただければね、 1,2,3,4,5 だ、あの番号が振ってあって、はい、自由に使える無料アイテムですから、復縁の使っていただければなと思います。はい、今日もありがとうございます。はい、最後までありがとうございました。立花俊介でした。中川敦史でした。この下の概要欄から LINE アットにご登録してください。あなたの復縁成功確率を大幅に上げる復縁ノウハウ集、復縁の裏レシピをなんとまとめて一気に20本無料でプレゼントしちゃいます。今すぐ LINE アットにご登録して20本の裏レシピ動画をお受け取りください。